旧駅舎南口仮駅舎、新駅舎改札口初会地駅北口新駅舎機を多用している駅舎天井 LED 発射表と案内サイン、初会地駅は広島県初会地市駅前にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅。駅番号は JRR07 相対式2面2線のホームを持つ地上駅で京上駅舎を有する。 駅構内にはエレベーターが設置されている。広島市社管内で改札工場に巻取り式の発車案内があった最後の駅である。現在は、京上駅化に伴い改札口、上下線ホームに LED 発車表が設置されている。桜の古木が上りのホームに植えられているが、京上化工事のため一部撤去された。宮島口駅が管理し、 JR 西日本広島メンテックが駅業務を住宅する業務委託駅である。緑の窓口が設置されており、営業時間は6時30分、11時30分、13時40分、14時50分、15時20分、20時。駅スタンプは瀬戸内を見下ろす極楽寺の最寄り駅。構内にトイレはなく南口ロータリーの公衆トイレを利用する。駅舎は 鉄骨作りであるが、木工の街を意識した内外装になっており、広島近郊の駅舎では珍しいデザインである。上下線の間にホームのない待機線があるが、現在は下線がなく配線上の理由によって電車は入線できない。かつては両側で上り線、下り線両車に接続した、いわゆる抽選であった。この名残で2番乗り場は運転指令場は、 三番線、とされている。徒歩三分のところに、広島電鉄宮島線の広電発開地駅がある。駅前には、古くからの商店街がある。かつて20日の日に、市場が開かれていた。二重歌詞の名前の由来である。徒歩三分の中央港。道雲寺という全宗の寺がすぐそばにある。とても古い寺で、毛利元成との五福島の戦いで、 なだかいと春方の墓がある。本尊は、釈迦如来像。桂公園という広い公園がある。元は、桜お嬢といって、海に浮かぶ城であり、五福島の戦いの檻には、毛利元成が陣を敷き、後には、豊臣秀吉も宮島に参詣する際に、滞在している。その後荒れていたが、その城主の子孫の桂太郎が土地を買い戻して、当時の初会地長に寄贈し、 公園としたので、桂公園という、天馬宮がある。高台にあり、20日市市内を一望できる。大きなクスノキが名物で、下から眺めてもよく見える。1991年の台風19号により、いくつかの木は倒されてしまったが、残った現在あるクスノキも素晴らしいものである。駅裏の北側には他や山が残っていたが、 駅裏の工事によって一変した口に変わろうとしている。駅の南側は、2日市駅への道が作られようとしている。2日市市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅は2日市市の代表駅であるが、隣の区内区子駅の方が乗車人員が多い。ありがとうございます。